向島お嬢さん、川島美恵です。さて、今週の激辛さんはロイタイグリーンカレーとレッドカレー。この子たち激辛ではないと思うんですけど、この前食べたカップのグリーンカレーがめちゃくちゃ美味しかったので、カップじゃないこの子たちはもっと美味しいんじゃないかと思ったんです。カップもこの子たちもカルディで買いました。カルディのポップによると、レッドカレーが辛さ3、グリーンカレーが辛さ4なんですが、レッドカレーの方が辛く感じたってブログに書いてる人もいたんですよ。なのでこの2つを食べ比べてみようと思います。これはスープだけなので具材は自分で用意します。作るよ、激辛みえチャンネル。できた。やっぱりグリーンカレーの方がちょっとスパイシーな匂いがする。レッドカレー、クリーミーないい匂いがするの。ではいただきます。レッドカレーから食べようかな。私多分レッドカレー初めて食べるな。楽しみ。いただきます。うまっ。クリーミーなんだけどしっかり辛さがある。そこそこ辛いよ。とっても美味しい。幸せの味。レッドカレーめっちゃ美味しいね。ではグリーンカレー食べます。あ、辛っ。こっちはこっちで美味しいね。あ、でも辛さはね、こっちも結構辛いけど、やっぱりグリーンカレーの方がちょっと辛いかな。私いつもグリーンカレーはさ、ペーストから作ってたんだけど、これでいいや。ココナッツミルクのコクがたまらんよね。うまっ。2食食べられるなんて幸せね。2食の2食。レッドもうまい。なんだろう、レッドの方エビっぽい味がする。エビペースト入ってた。こっちにもエビペースト入ってた。なんかね、エビの風味はレッドの方が多い気がする。気のせいでしょうか。どっちもうまいな。バジルをトッピングしてみたので食べよ。フレッシュバジルの爽やかさとめっちゃ合うね。パクチートッピングしても美味しいのかな。美味しそうだね。うまっ。グリーン、グリーン、グリーンもバジルと一緒に。あー、いい、すごくいい。レッドカレーもバジルと合うけど、グリーンカレーの方がより合うね。大変美味しゅうございます。店で出されても遜色なしっていうか、この前某店で食べたグリーンカレーよりも美味しい。レッドはレッドでマイルドの中に辛さありで、奥深いわ。美味しい。こんなに簡単でこんなに美味しいんじゃ、これでいいわ。ロイタイうまいな。ロイタイショップやればいいのに。やっちゃうかしら、私。うますぎ。ごちそうさまでした。激辛みえチャンネル。ロイタイグリーンカレーとレッドカレー、みえちゃん的辛いよレベルはグリーンが 2.5、 レッドが2。辛いよレベルは低めだけど、うまいよレベルは満点。両方ともとってもアロー。これ以外にイエローカレーとマサマンカレーがあります。2つともこれよりは辛くないらしい。きっとそのコラボめっちゃ美味しいんでしょうね。これね、食べたことある方たくさんいらっしゃると思うんですけど、あえて言います、めちゃめちゃおすすめです。見てくださって、コップンカー。タイは美味しかったな。またタイに行きたい。ここをポチッとチャンネル登録お願いします。グッドボタンとコメントもいただけたら嬉しいです。またねー。10万枚かー。